カレンさん、こんにちは。カンディスティトで今日はですね、白猫テニスの6周年のお世話が来ましたんで、こちらは今回紹介していきたいなと思います。まずですね、6周年記念ログインボーナスということで、毎日ログインするとね、星4キャラセレクト券をゲットすることができます。まあ、ここにね、登場しているキャラはもちろん、まあ、これ以前のキャラも、ま、選ぶことができるみたいな感じになってるんですけど、これセレクトなんで、自分の好きなキャラ一体確定でゲットすることができるんで、ぜひともログインはね、いっぱいしていただけたらなと思います。僕はこの中やったら追憶ティナが欲しいです。 かね、で、まあ、それだけではなくてですね、6周年記念ルーンを使うことによって、スター外イフェス、FS、ガチャチケットであったりだとか、属性別星4キャラプレゼント券かける3で、まあ、星4ギアプレゼント券もゲットすることができると、このキャラプレがどこまでの範囲かはわからないけど、まあ、これもね、結構もらえるんで、結構嬉しいかなと思います。で、まあ、あの、ドリームチャンスガチャ、これ5周年の時にもあったんですけど、今回は6周年なんで、まあ、6の倍数の日は、報酬量6倍。普通やったら、ま、最大1000ガチャポイントなんですけど、もしガチャポイントでガチャポイント。 最大量当たれば6000ガチャポイント。やばいね。チケット60枚分か。なかなか大きいですね。ASG も600とか当たってた結構革命的になるんでね。まあこちらも毎日ですね、広告文も使ってみることを僕はお勧すすめしたいなと思います。で、まあ8月中旬からですね、新機能が登場するということで、タワーの自動デッキ切り替えとキャラギアフリーワード検索ということで、まず左側のやつに関しては、まああのタワー終わったら次ハードコート、次クレーコートって表示されるかなと思うんですけど、その度に毎回変えていたじゃないですか。 これを自動的にやってくれるっていうものになっております。で、この右側のやつは、あのなんか同じギアとかみんな持ってるじゃないですか。僕の場合ってヘリオブライトとか10本以上持ってるんですけど、うわ、どれ交代蓄積やったかなとかわからないじゃないですか。でも、ヘリオブライト交代時1秒間自動蓄積みたいな感じでフリーワード検索することによって、瞬間に見つけることができるんで、ここも結構ね、いいポイントなんじゃないかなと思います。 で、まあ、それだけではなくてですね、一部演出のスキップが可能にということで、ログインボーナスとかクラスのアップダウン、これ結構時間食ってたんでね、まあ、これパスできるのは結構いいかなと思うのと、あとタワーのロビーがより快適にということで、まあ、コートをね、変えてくれる青の王であったりだとか、あとキャトラとか当たったらなんか、ニャにニャゃニにャゃにゃーンとか言って時間食うじゃないですか。それも当たりにくいような位置に移動したらしいです。で、まあ、交換所により、まあ、行きやすくということで、まあ、下のところにですね、こういう感じで交換所のボタンが追加されているんで、まあ、すぐ交換する。 することができると続いて6周年キャラ情報ということで、まあ、昨日ね。あの言っていた通りではあるんですけど、このミュウエとエレノアのこの2人が登場するという感じになっております。はい、いまあ、あ手に捨てたらこんな感じの映像ですね。 というわけで、まずはですね、この後継ミュウエのね、性能から紹介していきたいなと思うんですけど、ま、あこの子はですね、試合中自身が打球した地点を記憶するということで、これなんか点々いっぱいついていってるじゃないですか。これが記憶した箇所っていう感じになってるんですけど、これが一定数を超えるごとに、ま、あ自身を強化していくと、さらにこのアナザーアクションボタンを使用すると、その記憶した地点を通過する打球をだいぶ変形することができるので、ラリーすればするほど防御力が硬くなると、しかもま、あ瞬間移動もできるし、エアモードもできるし、 っていうので <laughs>、まあ、なかなか防御力はえげつないんじゃないかなと思います。 で、まあ、SS が低バウンド SS であったりだとか、あと、ま、SS 打った後はですね、相手コートの打球の、ま、評価とか、チャンスボールとか、軌道を変化させる効果、ま、ああいうので結構防御してくるキャラ多いかなと思うんですけど、それを無効化することができます。なので、まあ、根モのね、あの、カチャってやるやつとかも効かないですし、あと、ま、コートちゃいますけど、対決力みたいなあんなも効かないみたいな感じになってます。はい。で、まあ、自身には打球硬直無効とか、移動速度プラス20%があるんで、非常に使いやすいキャラとなっております。 で、まあ、続いては後継エレノアなんですけど、この子結構性能がいっぱいあって、まあ、主にアナザーアクションでね、まあ、3つのモードに切り替えできるというのが、この子の特徴となっているんですけど、このアナザーアクションボタン、今まで見たことないような見た目になっているじゃないですか。なんかモンスターボールみたいになってるかなと思うんですけど、これで上フリックすると、紅浴っていうモードになっていて、これは、エアモード使うことができたりだとか、全打球ジャスト、打球硬直無効、あと、ま、移動速度プラス10%、急速アップとかがあるから、まあ、シンプルに使いやすい性能、 が使えるってていいうものになっていて普通にボタン押した場合は SS が溜まりやすくて SS 打った時に GS 回復します。なので SS 打つ前はこのモードにね変えた方がいいかなと思うんですけど、これ打った時にね、2から4に増えているんで、多分2以上回復するか、それがまあ普通に全回復みたいな感じになってるかなと思うんですけど、そうですね、普通にラケット落としのラケットも強いんやけど、あれ元々1しか GS がないから、それやったら、あのなんか速度めっちゃ速いソアラのラケットとかあれ、あれ持たしても面白いんじゃないか。 かなと思いますでそっからさらにねスタミナ以外のパラメータがプラス50%されるんで走り早速くなったりとかあの相手に当たるダメージが上がったり弾が速くなったりするっていうあの付加価値もありますとで最後ですね下フリックした時に相手の状態解除とかギミック自身への吸収やエ s ズ封印などを回復して無効化するということでこれ今戦ってるカルマとかね空中型ギミックで、まあ、相手に自縛りをかけて瞬間移動とかエアモードできなくするっていう性能なんやけどそれが効かなくなるとめっちゃいいですよね しかも回復までできるんで後打ちができるわけですよさらに相手が SSGS スペシャル打った時に自分の打球までま瞬間移動可能となっていてでそれ返したら加速反射のねしかも新速ショットなんでまあ、結構速い球で返すことができるっていうなかなか強いキャラかなと思います で、まあ、今回もですね、5周年に続き、この周年ラケットが登場するんですけど、その名前がですね、ビグラスインヘリターということで超かっこいいんですけども、これの性能がですね、誰でも瞬間移動ができるっていうものらしいです。まあ、あの、どんな感じになるかわからないですけどね、GS 打ったらワンポイント感できるなのか、秒数できるなのかとか、あと何回 GS 打てるかとか、それはちょっとまだわかっていない感じにはなってるんやけど、一応瞬間移動ができるっていう性能になっているんで、まあ、あの、SGL 多分これ250個必要だと思うんですけど、 スタンプ1個目と11個目で確定っていう感じになってますので、まあ、あ取れるんであれば取っていただけたらなと思います。で、さらにですね、人気ギア。この、まあ、あの、エピゴンテロスであったりだとか、レフコスカリスも、まあ、スタンプでゲットすることができると。ただ、この書き方やったら、多分スタンプ3個目にエピゴンテロス、7個目にこの、この、レフコスカリスみたいな感じだと思うので、レフコスは取りにくいんじゃないかなと思うよ、まあ。まだ分からへんけど、あ、あくまで俺の予想ではあるんやけど、そんな感じで。一応、ま、復活はするっていう。しかも、まあ、ま、あタイトル戦決勝の順位報酬でも、 ま配布予定っていう感じになってるんで、多分まあ2000以内やったかな総合2000以内に入ればいけるって感じなんで、普段タワ5000位ぐらいの人でもねやりまくれば2 0 0 0ぐらいで入れたりもするんで、まぜ、あ、ひとも頑張っていただけたらなと思います。で、まあいつも通りですね、6周年記念ジュエルパックという,いうことで、まあ、s d の2 5 5個でスタンプと、まあ、像をゲットできるやつがまあありますと。 で、まあ、次が結構ね、特別なものになっているんですけど、これはですね、a s j l 6 7 0個プラス、ギアスタール1500個、そしてアンカール300個っていう、これ多分言ってなかったと思うねんけど、1万円の課金のやつだと思うんです。今 a s j l ね、この670個ゲットしようと思ったら1万円だったと思うので、まあ、高いんですけど、これから、まあ、1年分の課金を今やろうぜみたいな感じになるんであれはあの、やってもいいかなと。普通にこのギアスタルもらえる量とかは結構お得です。普通やったら、えっと、a s j l 何個やったかなあれ、 百5 0 300個ぐらいかで、まぁ、6周年記念杯ということで、まぁ、シングルスの部が8月の前半にあって、8月の後半にはダブルスの部があるので、まぁ、どっちもね、やっていただくっていうのと、あと、まぁ、これで1位になった方に関しては、金のラケット指名権ということで、まぁ、その方だけもらえるって感じなんやけど、まぁ、レフコスの金色が欲しかったら、まぁ、レフコス指名したら、まぁ、その人だけ金色もらえるとか、なので、上位勢はだいぶね、張り切って、 っていいいくんじゃないかなかと思いますで、まあ、8月中旬からですね、新しいシーズン戦、アレオパゴスというものがね、開始するんですけど、まあ、新シーズン戦が始まるイコール新しいギアも追加されるじゃないですか。で、その名前がこのね、アレスっていうやつなんですけど、これもね、まあ、前回と同じような感じで神様なんですけど、まあ、結構攻撃的な神様らしいです。なので、まあ、結構攻撃性能に特化したようなギアになるんじゃないかと言っておりました。結構楽しみですね。で、さらに MVP アワード2022年女性部門、これ 今から女性男性総合と言っていく形になるんですけども女性 の、まず、ま、あ20位から2位は、こんな感じとなっております。まあ、あ怪奇黒か2位、先導アイリス3位、邪神春4位みたいな感じになってるんですけど、はいある1位は、ででん、追憶ティナとなっております。まあ、これ1位になったらね、MVP として新しく登場するみたいな感じになってるんで、MVP ティナが、ま、登場するって感じですね。続いて、男性部門。男性部門の、まあ、20位から2位はこんな感じで、お、新生うつろう。すごいな。2位と3位の差が2倍ありますよ。これが1位だと、ドン。 ラインズマンガルガ。ああ、スッキンサーさですね、神聖うつろが1号やのね、こっち16回な。なるほど。ラインズマンガルガが1位となっております。で、総合第1位が誰になっているかっていうと、赤紙の冒険家ですね。圧倒的ですね。見て、6号やで。さっきのラインズマンガルガ16やで。<laughs> <laughs> すごいなーって感じやけど。この子、チビキャラ投票でも選ばれたんやけどね。まあ、MVP としてもまた新しく登場するという感じになっております。はい。まあ、こんな感じですね。なので、まあ、楽しみに待っていただけたらなと思います。で、まあ、いつも通りですね、この6周年ダブル応援キャンペーンということで、白猫テニス公式ツイッターフォローして、ハッシュタグ6周年ダブル応援をつけて、エレノアとかミュウエの好きなところをツイートすることによって、抽選でね、まあ、あの、3名ずつに、この、 声優さんのサインと、あと、ま、ガチャチケ10枚が当たるってやつがあるんで、まあ、こちらは忘れないようにやっていただくっていうのと、あと、これもハッシュタグ白点う6周年もみんなで繋がりたい、これ対か、たい感じなんですね。<laughs> がついたやつをいいねとかリツイートして、6周年ポイントを貯めると、これ8月1日から始まるものになってるんですけど、それで、まあ、6周年グッズであったりだとか、あと、ま、普通にこのね、あのー、これな、普通のガチャチケか。普通のガチャチケとスターガイ戦フェスガチャチケットとかゲットすることができるんで、まあ、こちらは忘れないようにやっていただけたらな。 と思います。 で、まあ、さらに、ミラティブ配信視聴キャンペーンということで、累計配信日数に応じて最大価値付け10枚。で、まあ、配信参加者全員に白テニスタンプ配信中ですをプレゼント。で、視聴コメントした中から抽選200名様に100コインプレゼントということで、ミラティブやってる方は、まあ、これはやった方がいいっていう感じになっていて、あの、明日ですね、7月30日の18時から、これ、生の、まあ、おせにゃんが始まるんで、まあ、結構ね、いろんなことを教えてくれるやつやったかな。なので、こちらもね、忘れないように見ていただくっていう というのと、まあ、これがね、年間行事予定みたいなやつですね。まあ、7月31日、これ日曜日ですね。普段やったら月曜なんですけど、6周年なんで、6周年ぴったりのこのね、7月31日、日曜日にミュウェとエレノアが登場すると。で、まあ、ログインボーナス記念交換所などを、いろいろもらうことができて、まあ、タイトル戦、シングルスの、まあ、予選が始まると。で、8月中旬からは新機能登場したりとか、あとドリームチャンスガチャとか、新シーズン戦とかがあって、まあ、下旬はダブルス予選。で、9月上旬はダブルス決勝っていう感じになっております。 はい。ま、ああの、あさってやったっけなこのミュウでエルノアが登場しますんで。まあ、あの、あれなんですよ。アルベドとかのガチャは8月1日まであるんで、まあ、この子たちが出てからどっちを引っかっていうのは選ぶことができるんで、とりあえずガチャチキは今んとこ置いといた方がいいかなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。